お疲れちゃんのスラッです。今日はですねこちら新カードマイキーが出たのでこちらね、使っていきたいと思います。さあこちらマイキーですね。あ、違う、あのマイティーですね。はい、もう名前がもうマイキーとしかもう呼べないんですけど、こちらの新カードマイティーディガー、軽く説明しますと陸のインドラですね。はい、インドラのまあ陸バージョンと思ってください。でなんか全体的な総合火力がインドラよりもほんのちょっと低いですけど、まあ時間経過ごとにダメージが上がる。で単体ですね、まあ、そこに関しては本当にほぼインドラです。で、HP はね、ちょっと高くて、まあ、ナイトよりもあって、バルキリーよりは少ないみたいな感じですね。まあ、結構硬いです、なんで。まあ、だから、ジャイとかゴレ、ロイジャイとか、まあ、そういうディガー受けとか、まあ、そういうのに優秀かなと思います。まあ、中型から大型って感じかな。小物系にはすごい弱いですね。まあ、なんですけども、まあ、チャンピオンなので、まあ、こんな感じでね、2個使うとスキルを使えて、逆サイドに移動します。今いる真逆に行くので、まあ、結構真ん中寄りから使うと、真ん中寄りのね、逆側に。外側に寄ってる時に使うと反対側の外側寄りにね動いていくって感じですね。でその移動する際に爆弾落として、この爆弾がまあバルーンの爆破とほぼ一緒ですね。バルーンよりもほんのちょっと大きい多いぐらい、まあ、バルーン爆破落とす感じですね。まあということで早速ねちょっと使っていくんですけど、デッキはちょっとこっちのねメガナイトボールブレイカーのユーノの枠がねマイティになったらこちらやっていると思います。さあということでこちらね新カードマイティ使っていくんですけど、まあ、何回か触って僕はね思いました。こいつ弱いです。はい、もうねこの新カードの評価下手くそで有名な僕の意見で言わせてもらうと、そんな強くないなって思ってはいるんですけど、たまにちょっといいやんっていう時もあります。まあなんか中途半端やんってなるんですけど、まあ総合的に見たらそんな強くないかなと思ってます。というのもまあ防衛ではねその間違いなく強いです。はい、まあ、ジャイとかロイジャイとか、これまあミニペッカとかまあまあまあとかね、感じなんですけど、やっぱ歩くのが結構遅いので、なんか攻めではね、やっぱ全然活躍できない。そうで、まあイントラみたいなもんなんで、これは別にスケとかでも止められますし、コウモリとか、そう、で止められたり、あとはまあ軽く上がっていくんですけど、やっぱリセット機能もあるので、普通にザップ打たれて、まあ止められて、全然入らんやみたいなことも、そうあるって感じかな。なんか全体的に見たら、やっぱ、攻守両方に使えないじゃんっていうので、あめっちゃいいホグ来た、やべ、そんな強くはないかなっていう印象をね、そう僕は持ちましたけど、どうでしょうか皆さん。マジで周りの今回あのみんながどういう意見出してるのかとか、そう全然見てなかったんで、そう世間一般ではめちゃくちゃ強いのかもしんない、どうなんだろうっていうのを僕はちょっとね気になってます、怯えてます。まあでもなんかそんな強くねえなーと思いながら使ってます。まあなんですけど、やっぱインドラ、ほぼインドラなんで、陸の。そのタワー一発で持っていく破壊力とかはあるよねっていう感じかな。まああとはスキルもあるので、本当にこうスキルの使い方次第では、まあタゲ編うまくいって、インドラのタゲね、相手がこうマイティに攻撃してるところを、まあリセットしたりだとか、まあこういうところも真逆に行きますね。今いる位置の真逆に行くんで、真ん中よりもちょっと左目ですね。に組んで、まあ、これでこっち側にコストを咲かしたりだとか、まあ、インドラで事前に竹取ってたらね、そこが変わったりだとか、まあ、いろいろこう、使い方はありそうだね、気はしましたけど、僕はあんま強いとは思いません。はい。というわけで、ゴリゴリ攻めていきましょうか。ミニペッカーとかがいると思うんですけども、ウッドからのファイスピー。いや、この相手うまいっすね。なんか普通にちょっと負けそうなんですけど、さあ、ちょっとね、ホグ間に合うかな。いやでもこれ完封できるはず。いやドリルナイス、オッケー。さあメガナイトマイティ来て、これねマイティね意外と逆サイドにね行くとたまにいいことがあるんですけど、ここですね、ここで逆とかに行っちゃいます。でこうするとこのねぶっ刺さずインドラなんでディガで竹取ってます。いやでも相手もねうまいね、相手も防衛うまい。さあで結構コツ使わせられた、いやちょっと怖いけどね。で、ホグは警戒しながら、いや、ここでもうゴリゴリいっちゃおう。ホグ来ないで、祈りながら、ウッド使った、ファイスピト？いや、当たってませんし、よしよし、マイティで、ね、結構流れが変わったかもしんない。まあ、これはさすがにね、うん。よいしょ、ホグを抑えながらの、あとミニペッカとか意外と厄介ですね。あのミニペ咲いたら、まあ、縦線がいんのか。縦線がいるが、これマイティ、
やばい、なんか下手、俺が下手なんかな、これって。もしかして俺が悪いのか、どっちなんだ。いや、めっちゃ目が合えていいやん。あ、やばい。さあ、でこれはマジちょっと行くしかない、行くしかない、行くっけない。あー、危ない、芝ザップですけども、ノキッ、お願い、たお願い、マジで。おい、あぶね。なんか言うのでいいじゃんとか、プリンスでいいじゃんって意外となるんですよね。まあこのデッキだとなのかもしれない。まあもしかしたらね、デッキによってはとか使い方によっては本当にえげちいぐらいぶっ壊れなのかもしれないんですけど、僕はもうあのザコですね。はい、あのこっちのマイキー超ザコだと思ってます。よいしょ、ランバーと墓石、あー嫌ですね、嫌なザップが、早いわザップが。さあということで、まあ使い方がね幅広いですね。まあなんですけど、おもろいカードだと思います。そう、んだからまあ別に嫌いではないですけどね、強くはないって感じかな。よいしょ、ほんと防衛専門かなーっていうイメージかな。うん、やっぱ攻めで刺しにくいっていう、まあだから他に攻めカードが豊富なデッキとかではねありそうだけどね。よいしょ、さあでこれマイティ逆サイドにやって、右側に合流がおもろいですねこれ。はい、こっちに出させといてみたいな。これでもボールは連れてない、連れてないと逆にこれ、え、折れるよこれで。フリーズ使わなきゃ、インドラなんでさ、ザップでねリセットしてくる。おい、やめてくれよ、マイティ強えってなるやん。いや今のはもう相手のミスなんで。あの弱いっすからこれ本当に。あのね、そのまあ、逆サイドに移動できるのは強みだと思うんですけど、そこに爆弾落としてね、まあ、なんですけど、その受け方次第なんですよ。そのマイティがこの隅っこから隅っこに移動するとまあ強いんですけど、結局真ん中で受けると、あのここの、ま、逆サイドに行くんでこの辺に出てくるんですよ。そう、そのマイティの今いる位置の真逆に生まれるだけなんで、できるだけやっぱ自分が使うなら外側に出した方がいいですね。そしたら大きく移動するんで、まあタワーのターゲット取りたいとかなんかあったら、まあ位置変えてもいいですけど、なんかこう基本的にはね、やっぱ真ん中の辺にユニットとか施設で誘導で防衛されると全然活躍できなかったですねと思いました。なんでまあ基本的に真ん中にマイティ集合させるイメージを持っておけばいいかな。これ延命したいけどな、頑張れ。いやさ、ボーラーが強い、まあ、ザップでできるだけやってね。さあ、マスケと、もうメガネと。もうだって今んところこれいらないですからね。いらないって言って、マイティのおかげで一本取れてはいるんですけども。さあ、これはね、こういうところが強いです。強いというか、まあ、いいですね。単体で活かして、やっぱこれ、無視するとやばいんだね。で、ここで、マイティ潜らせると、いや、近い！近いねんな。しかも、あの、この小物系に弱いんで。いや、でも、HP が高いからこその、さあドリル削り、まあ、ファイアブでねリセットはされる。使い方によってはとか、まあ活躍するシーンは、まあ、あるとは思うんですけど、なんだろうね、やっぱ今までのここ最近でいうバルキリーだとか、まあ、アチャクイだとかっていうほどの全てのデッキに入れれるし、とりあえず何にでも対応できるよねとはちょっと違う気がしてます。で、なんかね、新しくこれ、勝った瞬間に、なんかいろいろ溜まるらしいですね、使ってたカードが。そう。で、こういうのを溜めていくと、まあなんか、いいんじゃない？楽しいんじゃない？みたいな、よくわかってないです、僕。まあなんか、ね、今まで負けたらただ萎えるだけですし、いやーもう、時間返してやとかありましたけど、まあこういう溜まっていくのはね、ちょっと楽しいですね。全部一旦溜めたくなりますからね。まあそんな感じかな、全体的には。そう、結構まあ火力枠、まあ U のゴースト、まあナイト、バルキリーとか、まあそういった枠になるのかなっていうイメージですかね。まあ3、4コストの、まあ陸の枠をこいつにするぐらいですかね。で、あとなんかね、U のバグとかももう治ったみたいですね。はい、いろんなバグあったと思うんですけど。なんで U のが走った際にターゲットが切り替わるんですよね。一瞬こう透明の無敵状態になるっていうのが、まあ、なくなったよと。まあ、いうことで。まあ、全然、まだまだ強いんですからね。今までに言うのも怖かった、壊れてたんで。そう。よいしょ。なんですけど、まあ、バグは治ったよ、ということで。さあ、ロイホグですね。
まあ、ロイホグとかには非常に弱いですね、マイティ君。なんでできるだけメガナイトとかを回していきたいですね、範囲攻撃を。これロイホグ効きそうだけどね。はい、まあ、しっかり踏んであげて、ここに関しては同じですね。で、マイティがね、おもろいことできるといいんですけどね、これ。真ん中にやっぱ寄せられると、これですね。このぐらいファイスピがいいな。いや、俺、金木戸くんのか思って今。来なかった。さあ、隙読みザップを縛っていく。で、今これスキル使っても、結構真ん中寄りにね、行くんで、親衛隊にね、受けられちゃうんで行く必要ない。こういうところでディガーザップとかして、まあ、ターゲットを変えるのは結構ありなんじゃないかなと思いますね。さあ、これ結構いきます。デリも使わせていくと。まあ、今回相手は結局、アチャクイロイフグですよねっていう。まあ、なんかバランス調整も4月4日に、来るみたいなんで、ちょっとまたね、まあ、バランス調整近くになったらか、まあ、僕の気が向いたらね、そのバランス調整動画も出そうかなと思うんですけども、一旦マイティに染まりたいですね、僕は。さあ、で、アチャクに対して、まあ、できるだけストートの方がいいですね。やっぱ移動距離が長い方が楽に処理されないんでね。これ、アチャクにボクされるんでね。ボクされるの嫌なんで消えます。で、こういうのいいですね。多分。で、もう一回こっちにね、連れてくるとかおもろいっすよね。で、デリが左に落ちるんで、こっちにユニット追加と。で、このコウモリが無双中ですね。で、マイティは気づいたらさよならと。いや、オッケー。さあ、ディガーでね、チクチク削っていきましょうか。もうメガネとオブーカーは僕がただただ好きなだけなんで。よいしょ。さあ、無理せず。で、これザップ打って透明を、キャンセルさせたかったけど、これ痛えな。アチャクイ強いんでね。まあ、足遅いからこそ、新カードチャンピオンね、こう、ユニットを貯められるっていういい部分はあるかもしんない。ね、結構、沼ったオールブレイカー。やっぱ、大砲とかああいうの先置きされるとちょっと厄介っすよね。さあ、で、タゲを変えながらの、マイティが残ると熱いんですけど、もうただただコウモリとかで頑張ってる。さあ、まあ、これはさすがに、圧着以下を警戒したい。あ、でも消えてたか。さあ、ちょっとダメージが怖くなってきましたけど、まあ、僕はもうディガー削りですね、こっち側。そう。なんで、ディガーで削って、なんとか。いやー、これメガナイト回したいな。まあ、ザップからのメガナイトでいいですね。よいしょ。さあ、これはいいカウンターの形ができてる。しかも、なんなら早くスキルを使わせたいので、タレを転がす。で、マイティもいるので、このマイティがどうね、活躍してくれるのか。おしゃれに行きます、僕は。これで逆サイに行きます。もう逆サイを狙っていくっていう謎。いや、でもこの子でさ、マイティに大砲使わせた。いや、マジ、インドラ。これさ、マジであるよ。マジであるよ。マイティゲーミング。マイティゲーミングある。え？頑張れ。いや、ガチで頑張りすぎてる。いや、マジである。で、僕はあんま攻めると、行かれるかもしれないんですけど、やっぱ攻めるの大事ですからね。よいしょ。やべ、タイブレーカー怖い。よいしょ。で、さ、タルーまで使って、いや、でも、意外と、おもろい。おもろいだけかもしんないけど。いやー、いいですね。さあ、ザップも打って、ディガーが入って、逃げ切りかな。まあ、これはね、マイティが強かったように見える錯覚です、皆さん。はい。騙されてます。結局はメガナイトが良かっただけですから、ディガーとね。はい。まあ、でも、こういう逆サイドへの、まあ、ディガーからの逆サイドに移動とか、逆に逆サイドに置いといてからの、自分の攻めたいサイドに持ってきて、なんかそう、バルーンとかのね、ターゲット取ったりだとか、まあ、使うのはね、幅広いっていうか、なんかもう、なんか、使おうと思えば何でもできるよね、みたいな。なんか、やろうと思えば無理やり何でもできるよねっていう感じですね。まあ、でも強くはないですね。どうなんだろう。なんか別にめっちゃ使えないじゃんってほどでもないんですよ。個人的にね。そう、だから、まあ、いわゆる、まあ、ゲのジョーですよ。ゲのジョーか、まあ、ゲのチューなのか、
みたいなね。あんま言うとマイティボコられるんでね、怖いんでね。よいしょ。さあ、で今回のはボーラーバルーンちゃんと。でこれバルーンとかちょっと嫌ですね。あ、これでも被ってるんでザップまで打ったら、いやめっちゃいいザップ。いいですね。でもう一枚来たらウォールブレイカーまで行っちゃって。さあ今回の相手はバルーンと。でこういう今回の相手は陸撃がね意外と少ないんですよね。うん、ボーラーとランバーと、なんか、みたいな。で、陸が少ない手には、なんかこうね、マイティで両サイ振ってとかは、ありそうな気はする。まあ、足遅いからね、この陸出してる間に、あ、だボーラーとかでもノックバックするんで、対して、ボーラーとかにはあんま強くないんですけども、まあ、なんか、火力やっぱ高いからね、っていう。サプシタの、かわいそうなんで逃げます。はい。こういうところはね、おとなしく逃げるのも大事。で、爆弾があるんで、あ、待って、マスキが下手。待って、マスキが下手。え、めっちゃ下手やん。なんで？めっちゃくちゃ下手でしたね。びっくりするぐらい今下手だった。あ、でも、そう、インドラなんでね。意外とこう、気抜いてると結構ダメージが入っちゃうねと。さあ、で、これは、ウォールブレイカで釣りながら、釣れませんでした。まあ、そういう日もあるよね。ザップまで打ってさ、両サイドポキポキして、気合で全てをね、カバーしていきます。まあ、巻いてね。こっからスキル使ってもここにしか行かないんで、これ結構注意ですね。それは弱いです。大したことないんで。やっぱできるだけ外にいる時に使わなきゃっていう。まあ、施設で受けてくるとかなら、まあ、ワンチャン使えるかもしんないけどね。真ん中で、この辺にインフェの竹取って、真ん中でもう一回インフェのね、竹取るみたいな。竹理性用にね。さあ、でもマジ暇すぎて、キング行きます。なんで合流する？これライドラとかボーラーとかのやっぱリセット系にはボコボコにされちゃうんだね。で、このバックアが意外といい味を出してるのか出してないのかがすごい絶妙に分かりにくいが、分かりにくいが、もう一回マイティスキルを使いたいが使わなくてももうなぜか折れそう。まあこれは別にマイティのおかげじゃないんだよね。嫌いやんっていう。マイティ嫌いじゃんってなるかもしれないですけど、別に嫌いじゃない。僕は好きですから。好きだけど、まあ、言うのとかでも別に変わんないよねっていう話っすよね。毎回この勝った瞬間上からあのね、なんかこう、溜まってこって出てくるのが可愛いですね。さあ、なんか個人的にまして、ジャイロイジャイ系には強いと思うんですよね。そう。まあ、タンクを溶かす役割、まあ、インドラなんで、そういう気はしてる。よいしょ。さあ、まあ、とりあえずそうか。まあだからメガナイトってやっぱ軽くないんで、ゴレとか中型に弱いんですけど、まあそういうのに対して、まあ補うことはできるよねっていう。火力枠ね。さあこれ、まあもうちょっと遅めにやればよかったのが、この爆弾の使い方が僕下手でしたね。よいしょ。さあこれは美味しい。で、あとはこれ、なんだ合流できる。ここで、こっちに来ると、メガナイトがさ、マジこれです。僕の言ってた下手くそな使い方です。で、こっちとんで、こっちにやさ、ついてきて、近軌道を刺したくない。危ない危ない危ない。さあ。まあ、とりあえず、僕の相手は、ホグクエイカーです、ということで。とりあえず耐えますか。さすがにザップはないでしょ、あんたっていう。で、ファイスピとかも咲いてたんで、ここのコウモリに、タルつなげるだけでも、地味うざ。かな。よしよしよし。なんで、なんか個人的には、逆、メガナイトとかで形組みながらの、逆サイディガーからのマイティも一緒に逆サイ行くよね、が強いと思ってますね。なんかまあ、ディガーとの組み合わせがすごいいい気がします。まあこれはまあ別にこっちでいいもんね。相手が逆サイ警戒して、何も普通だったらもうこっちでいいっていう。いや、これタワーに打ちゃよかったな、ザップ。ね。まあでもやっぱ HP が高いんで、まあ、意外となんか厄介にはなりそうですけど、って感じかな。まあしっかり真ん中で受けるの大事ですね。本当でもそれさえ徹底すれば、だからこれがもし相手のね、ナイトがマイティだとしたら、この辺で毎回受けてあげれば、相手のスキルも別に大した活躍しないんで、と思ってます。だからそこのなんか使い方かなとは思いますね。さあ、ザップ打って、気合で、マスクが入ってます。で、これ、圧着衣とかには強いかもね。圧着衣に当てて、
スキルで消えられるやん。じゃあ俺も消えて爆弾だけ落としていくっていう。うん。ね。しかもこの爆弾、ノックバックあるわ。ね。いや、それはちょっと話が変わる。まあでも、さすがにこれは読めないだろ、内側。うん。オッケー。まあだからこの、いろん、何のデッキに入ってくるだろうね。まあ、バルキリーとかナイトの枠。でも、ディガーとかと相性がいいってなると、個人的に迫撃とか、まあ、バルーンにはワンチャンあるんじゃないかなとは思いますね。まあ、迫撃関係、バルーン関係かな。はい、ということで、まあ、新カード、マイティディガーですね。まあ、みんなの意見もちょっと聞きたいんでね。まあ、コメントとかで、ラツさん感覚バカですよ、と。こいつ、みんなぶっ壊れて言ってますよ、とかあればね、ちょっと花をコメントください。ワンチャン強いのかな？悩みですけど、弱い寄りだと思ってます。まだこのマイティの入ったのデッキとかもいろいろちょっと紹介したいと思うので、そちらもぜひ見てください。ちゃんと動画までお願いします。では、お疲れちゃんでした。まだね。